文教学院大学の外国語学部ではネイティブの先生の発音を聞きながらリーディングスピーキングライティングリスリングの4つの技能を向上し一般教養を養いながら第一種英語教員免許状を取得できるところに魅力を感じたからですまた英語の必修科目ではグループワークプレゼンテーションを通して少人数規模の クラスを授業を展開しているためきめ細かなえっ、ー、と授業を受けられると感じたからです試験対策ではまず基礎を固めるために、えー、参考書や一問一答の形式のテキストを使い受験の3ヶ月前から過去問題集を解き始めました最初は時間を気にせずゆっくりじっくりと解いていき、えー、受験に近づくたびに えー、時間を意識しながらペース配分を意識しながら勉強を行いました。